1925年3月14日、雲南にて、山形初尾は、日本陸軍の軍人。最終階級は、陸軍大佐。陸軍の中国通りの一人として知られ、牧品工作に関与していた。別号は三シリング園、海場。娘子は自由民主党の政治家である、三原沙を、新潟県村上本町表進町に生まれる。旧氏族。 山形忠師匠の長男として生まれる。村上氏学校を中退して、陸軍共同団不評課に入り、1894年3月に卒業不評二等軍曹として、日清戦争に参戦した。1898年12月、士官候補生となり、陸軍士官学校に入学。1900年11月に卒業後、不評第三十連隊に所属して、 日露戦争に参戦する。これ以後は中国関係の勤務に従事し、約40年にわたって中国各地に在住、陸軍の中国通りの一人として知られることになる。中華民国成立後は、雲南の塔を次に、行や奇州の流剣余の軍事顧問を務めた。特に塔の軍事顧問としては、1921年から翌年にかけて起きた古品鎮のクーデター鎮圧に、 貢献している。1923年、陸軍大佐に昇進。1926年3月、予備役に編入。退官後も引き続き、中国で活動を続け、1945年1月には、王朝明政権の牧品に会うなど、和平工作に従事したが、これは失敗に終わっている。戦後はしばらく、東京都に居住し、後に、 福岡県音楽群音楽町へ移り、娘婿、三原朝夫宅に空居した。1971年1月11日没。去年99。ありがとうございます。